ゴールデンウィークも今日から後半です。道内各地から春の便りが届いています。オホーツクの大空町にある東もこと芝桜公園では今日から芝桜祭りが始まりました。ピンクや白の芝桜がおよそ10万平方メートルの広大な丘を彩ります。鮮やかな桜の絨毯を前に訪れた人々は、初めて来ました。どうですか、お花見て。すごい綺麗で、今年でですね、節目の40回目を迎えました。皆さんぜひですね、東もこと芝桜公園に遊びに来ていただきたいと思います。東もこと芝桜祭りは今月31日までの開催です。一方、こちらは蝦夷山桜の標本木がある釧路の柳町公園です。先ほど午後3時半に釧路地方気象台の職員が観測を行ったところ、釧路での桜の開花観測したことをお知らせします。 5,6 輪の花が開いた状態を確認し、開花が発表されました。気象台によりますと、平年より13日早い開花だということです。これにより全国を北上してきた桜前線がゴールを迎えました。